ましたね。乗った。いいですね。元気良すぎる。60メーターで PE は4号入れてます。でシーボーグの500番ですね。でジグは300グラムです300g のジグ使用している理由って何ですか？手返しを落とす回数、しゃくる回数を1回でも多くしたいっていうところで重たいジグを使うことって結構ありますね。確かにフォールが早いですね。フォールはもう抜群に早いですね。1人多くしゃくれる分、魚ヒット確率も上がるっていうところです。春の時期とかになると結構ボトムから上の層まで幅広く魚がいるので、どうしても下から上まで長い距離をしゃくってこないといけないんですけど、そうなってくると手巻きじゃなかなか一日って難しいんで、その時に電動を使うとすごく楽できますね。早いですよね。早いです。いきなり食ってきました。まあまあじゃないですか。ただ
ドラグが止まってます。リールが止まってます。もう残りわずかです。上がってきてます。結構上の方で来ました、ね、結構上の方ですね。もう15メーターぐらいのところで行ってきました。近距離で当たるか。元気いっぱいです。止まってますね。ずっとじゃれてきてたやつの正体ですね。じゃれついてきてて、こういうところにかかったんでしょうね。ずっとは586の電動です。さあリリースします。手軽白く当たりも多く、ほぼボトムから表層もう10メーターぐらいのところまでやってますけど、全然楽になってます。回答時間が短いから元気良すぎる。連発中です。ちょっとサイズアップしましたね。ちょっとサイズアップです。